虚言生きてる？始寝まてんじゃる。ね？ごめんなさい、ごめんなさい。おはようございます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、私村人陣営です。特に必要ないです。はい、とりあえずトップバッターなので、どうしよう。特殊な、あれ行きましょうか。霊能さんと騎士さんは、占い師で出てきてもらって、自分の後に発言した人に対して、後ろ出しして、それから、自分の役職に僕の意思ですらしてください。それでいいと思います。はい。狼さんの、あるいは狂人さんの動きを制限してもらって、と思っております。はい。いわゆる、役すらをやってください。お願いします。6番のプレイヤーが発言します。やらなくていいです、すらは。必要ないです、すらというのは。はい。役すかしも必要ないです。2番面だから、すっていう人は釣りましょう、みんなで。片白であっても。それでチームって負けます。はい。スラも必要ない。柱発言も必要ないです。必要ないことやるから負けるんです。で、反省もしないで同じことを繰り返すから負けるんです。SGH の村人を残して、タクロ釣りたいです。まあ、SGH の狼を釣ってですね、白い村人を残したいです。まあ、要約すると、村人を残して人狼釣りたいって言ってるだけです。まあ、とりあえずもうね、一番面だから騎士すかすグレーなんてもう、釣りましょうよ、みんなで。うん。もうチームじゃないでしょ、その人は。うん。役すかししないように。うん、柱発言しないように。もうすら必要ないっす。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい。5番さん意味わかんねえこと言ってるけど、もう人狼はないかなっていうふうに思いますね。だから5番さんはマックス狂人かなって思います。で、5番さんが狂人目があるっていうのは、なんか自分がね、占い師で、2週目にね、結局占い師ですって出る予定なのかなって思ったからですね。で、デメリットとしては5番さんがスムラでそれを言ってた場合って、自分がもう騎士でもないです。で、霊能でもないですっていうのをもう発言で透かしちゃってるから、そこだけデメリットかなって、はい、思いますね。で、6番さんは5番さんの精査を一切しなかったのが、ちょっと怪しいかな、人外目かな。うん。5番さんが占いで出たら、マックス狂人。霊能で出ても、マックス狂人。ただの素村ですっていうのであれば、村で起きます。はい。もう人狼はないかなって思いますね。はい。以上です。8番のプレイヤーが発言します。お願いします。5番さんに関しては、1から10まで説明して、それを、例えば本当の霊能とかが飲むかっていう話なんですよね。うん。で、しかも、それが実際実行された場合に、5番さんって初手の位置で、あなた自身に、今7番さんが言ってたように、占い師とかだったら若干わかるんだけど、多分ほぼ精査する時間ってなくなると思うんだけど、まあそれを、じゃあ5番の位置で、狼で提示するかって言われたら、
そこは否定要素にはなるかもしれないけど、まあ、白置きとかはできないかなとは思っています。まあ、6番さんに関してはね、まあ、自身の、思考を強く村に押したい人物っていう印象しかないですね。はい。まあ、自分は初日単体精査をしますかね。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、村ピット陣営でした。あのですね、小判さん、本当に何言ってるか分かんないかなって思います。え、結局何が言いたいんですか？村スラをしてほしいってことですか？レイスラをしてほしいってことですか？もうちょっと明確にパッて言ってほしいんですよね。なんかごちごち言うのはいいんですけど、結局どうしてほしいの、どうしてほしいのかは、口頭で言ってほしいかなって思ったら、本当に何言ってるか分かんない、この人は。本当に思います。まあ、6番さんに関しては、まあ、送信コールも私はとても大好きだし、乗れるんで、黒っぽいところを釣るんでしょ？それ大賛成っすよ。だって1周目なんて単体精査でしょ？ 3 周なる以外いらないし。だったら、グレーで単体で黒いと思ったところ、私は1票入れますよ。それは当たり前。ムラスラとかいらないから。ムラスラした人とかね、基本ね、どうするのってなるじゃん、結局。釣るんですよ。それしかないでしょ。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。8番さん、ランダムシロです。ハグの方お願いします。まあ、例のに関しては、まあ、5番さんの位置でもいいし、まあ、普通に後半地にいるんだったら出てもらってもいいかなと思ってて、騎士に関しては、グレーズ2番目の時だけ出てほしいなって、率直に思ってて、うん。9番さんの6番さんの思考開示をしてるのはいいかなって思ったかな。結構印象いいかなって思ってるかな。うん。まあ、6番さんに関しては2周目かなって思ってて、7番さんに対する6番さんだけって結構不当だなって思ってるかな、ぐらいですね。あと7番さんっていうのは5番さんを狂気、まあ、マックス強って言ってる人物だから、5番さんで黒が出た時って普通になんか5番さん釣れないなって思ってるから。まあ5番さん村かもしれないけどね。まあわかんないなっていうところなんで、7番さんよくそこで色つけれたなって率直に思ってるから。現状釣り17かなって思ってますね。はい、以上です。2番のプレイヤーが発言します。占い師、九四郎ね。九四郎。5番はね、100% 村じゃないと思ってるよ、俺悪いけど。うん、5番が村だったら、あの盤面で、騎士やり、霊能なりをわざわざ出さすメリットがないし、だから7の言っていた5番がマックス強っていう視点は、だいぶいいと思ってる。うん、だいぶいいと思ってるけど、ちょっとまだわかんないなって思ってる。ただ1が7を釣りをしていることから、1狼だった場合7っていうのは限りなく白くなると思うし、で、1が7に対して殴っていた6に対する指摘がどうたらこうたらって、で全然不当じゃないと思うし、うん、6番さんで5番の精査ほぼしてなかったし、7番が6番に対してそれを触れたっていう点は、全然俺7番の白要素だと思うんだけど。うん、そこをなんか黒いって言ってる1番の思考が全く理解できんし、だから俺1番っていうのはスライドで役スラとかしたとしても、1番っていうのは確実に人外だと思ってる。3番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営ですけど、まあ1、2で比べたら2番の方が納得したかなって感じはするが、5番に関しては、それはなんだろう。まあ、7番も言ってたけど、占い師の視点であれば、まあ納得はいくけど、スムラで打ってた場合きついよねって発言で、まあ5番に対してマックス強靭っていう精査はまあいいかなっていうふうに思っているかなっていうぐらい。まあ、6番に関してはまあ、騎士すかし、まあ役すかしは釣りますみたいな発言を していて、で、かつ5番って霊能と騎士は占い師って、出て、喋ったところに、マイナスに打ってくださいって言ったような発言してるから、5番って、まあ、騎士透かしてるような発言してると思ってるから、6番が5番にスリーチを持っていかなかったのは違和感があったぐらいかなって感じです。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。三四郎ね、三四郎。で、そうだな。5番の突飛な進行論はね、狼だとやっぱ村に溶け込まないといけないっていうのがやっぱあるから、どうしてもこう、釣られ位置になるのよね、こういう発言すると。だからやっぱマックス共鳴は高いと思う。で、その視点はやっぱ7番と一緒だったから、7番をね、釣り位置から外したい。うん。で、今日は占い3章だから占いから行くんだけど、
自分で1、2はね、そうだな。どっちが強労っていうのは分かんないけど、いや、どうだろうな。一番、なんか釣り位置7に持ってきたそうだから、なんかその、なんだろうな。7の6たたきって全然不当じゃないでしょ？うん。なんて言ったらいいんだろうな。どっちが強労か分かりません。5番のプレイヤーが発言します。ちょっと3人の中でなんとなく陣が選んと思ったのは2番3です。2番3が1番3を叩くときに何々だから陣がだろうみたいなことを、先に何だろう、陣がもう自分の対抗相手なんだから、もうすでに1番3っていうのは、ね、あの陣がなんだろうみたいに言いたくなるんだけど、なんで今日は2番3釣りでいいんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと難しいかって。あとね、ちょっとね、まあちょっと、まあ宗教の違いなんで、ちょっとあれなんですけど、6番さんがちょっとね、僕の発言に対して、まあ宗教の違いやから、それは思い叩くわけじゃないか。いやー、そうすると、まあ、片代に狼さんいてるんですか？6番のプレイヤーが発言します。はい、三四郎ですけども、訳すかしといっても、色を見る方は出るのが基本ですけどなので、あ、はいはいはい、これは別にしょうがないけど、じゃない方の方はね、訳すかしの回答したけど、わかりました。ってことは、これ5番が人外要素少ないってことは、まさかの、まさかの、格好割れ出んのこれ。5番がローじゃなければ。という、ことになる。ことになるけど。それとも5番がローでこんなことやってんの？新ローロー？ 5 番が狂人で新ローロー？え？5 番は村で、ちょっと変わったことやろうとしてる人？だとするとね、893人いるよ。あ、5番が村だったらね、俺が村だから。5番がローだったら、強人風に見せたろうみんなローがないっていう過程で置けば、かっこいいんだよ。かっこいいまたは、新ローロー。それしか言いようがないという。まあ、5番はなんだっけ？ 2 番のことなんか言ってたような気がして、マイクがちょっと聞こえにくかったけど、2番がどうだこうだって言ってたような気がしたような、あとかっこいいじゃないかっていう風に。まあ、7番は2叩かれたけど、7を評価したってことなんでしょ、多分。多分、ちょっと聞こえにくかったけど、6もなんか、進行路合わないけど、かっこいいじゃねえかって言ってたんだね、5番は。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、5番さんのことを占った占い師はもう芯切りますね。これは2番さん、4番さんに語りかけてます。今日一釣りね。で、1番さんを釣る理由としては、1番さんが新郎位置だからですね。1番さんって、7釣りって断言したから、狂人ではそれは発言言えないと思うのね。だから、1番さんは、真か炉、どっちかです。なので、1番さん釣ります。で、1が黒だった時の相方位置は、6か9、どっちかですね。はい。まず、6番さんっていうのは、役をすかさないっていう進行論を自分で言ってて、で、5番の色もつけなかったよね。5番の色って結構簡単についたと思うから。で、9番さんに関しては、5番に、結局何が言いたかったのとか言って、その発言をずーっとしてるだけで、6、7、8 a の、精査がね、薄いんですよね。はい。なので、9番さんって ひたすらね、叩けるところをひたすら叩いてたのかなって。で、ちなみに言っとくんですけど、5番さんの言ってることを理解できなかったのは9番さんだけです。はい。みんな5番さんの言ってることは理解できてました。何言ってるか分かんないって言ってんのは9番さんのみでしたね。まあ人がよく言いますよね。何言ってるか分かんないこの人って。よく発言を聞いてないからもうそれしか言うようがないんですよね。はい。で、ちなみにこれ狩人出てきてください。もう5番さん騎士じゃないっていうのをもう完全に透けてるんで、6か9どちらかに人狼ってもう絞れてるから、騎士出てきてもらって1番さんの色を見た結果で、もし1番黒だった場合2と4どちらかに死んだから騎士は出てきてください。8番のプレイヤーが発言します。
はいはい。いや、6番が黒だと思いますけどね、普通に。だって、占いが三四郎状況下で、占いに関して全く触れないですよ。直近の5番さんが2番から釣りを入れたいっていう発言をしていて、6番さんって5番が村でどのコーナーをつって、新郎路かな、囲いがあるかなっていう発言しかしてないから、LINE を見せたくない人物でめちゃくちゃ感じましたけどね。で、自分、狼は2番さんだと思いますけど、2番さんって、1番の7番への叩きは不当。それはわかりますよ。ただ、2番視点で、2番さんが新占い視点だった場合って、1番が陣外になるわけで、1番さんの思考がわからんって言ってるけど、2番さんが新視点だった場合って、1番の思考なんてわかるはずもなくって、陣外だからね。だからその発言出た時点で、2番さんの芯はちょっとないんじゃないかなって思ってた。から多分2番が狼で、1、4のどっちかに芯がいると思ってるけど、そこはちょっと7番さんとは違いますかね。で、2番が狼だった場合って、9番に白打ってるよね。1番さんが9番のこと印象いいって言ってる状況下で、2番さんが9番を囲うとはぶっちゃけ思えないんだけど。はい。だから2番狼の1、4どっちか心境で、6番がラストウルフィッチかなって思ってます。2番が狼で考えた場合って、3番さんがね、発言の一発目で2番の方、違う、2番の方が納得だよねっていうのが2、3にもぶっちゃけ見えなかったから、うん。だから2、6狼じゃないかなって思ってますけどね。まあ、占いの発言聞いて決めますわ。以上。9番のプレイヤーが発言します。よ、まず、一つ言いたいんですけど、6番のローとかないから、8番の思考ロック変、解いてもらわないと困るんで、6のローはないんで、まず。あと7番さんに言いたいんですけど、5番さんが何言ってるか分かんないって言ってるに対して、私が口ずさむことの何がいけないんですか、霊能師さん。私、霊能師一角してるけど、めっちゃ文句言いますからね。どうぞ、陣外さん、私に黒塗りしてきてください。そしたら、私目線どこが偽っていうのは分かるんで、さっさと私に黒塗りしてきてくださいって感じですね。現状に1、2、4なんてね、わかんねえんだからさ、釣り切ればいいんだって。5マックス強とか言ってる人いるけどさ、全然ローもありえるくね？なんか下手くそなローで、適当なこと言って、適当なこと言ってるからこそ白く見られるっていう作戦もあるじゃないですか。なんでそういう逆理論を持てないのかなって、この村はすごく思いますよ。ありがとう、かけちゃん、ジュキーン。ってことで私は今日4から行くわ、以上。1番。のプレイヤーが発言します。はい、発言します。4番っていうのは5番をマックス強と置いて 1,2 なんだろうって、5番強で置いたら 1,2 ってローローしかないよね。新ローローやってるしかないですよね。4番視点って、4番視点5番強陣に置いた場合っていうのは、けど分からんって言ったんですよね。4番のおかしいとこそうっすよ。まあ2番さんでなんか変な叩き方されたけど、いや2番視点ってそれは絶対2番陣外だもん。そりゃそうだろ、視点が違うよ。9番さんに関しては6番さんが白く見えてる理由は欲しいかなと思ってるかな。それって1周目の進行論でしかないから、進行論って結構色付けはできないけど、でも視点は近いよねっていう発言まで落とせるからね。で、9番さんでおかしい点っていうのは8番さんに説得する印象があるから、9番さんって8番さんの色見えてるのかなって思ってるかな。まあ、4番強陣って考えたら2、9ローローってあるんかなって思ってるかな。9が囲われて4が出る構図が見えんからね。4強を置きしたときに。って感じかな。まあ、6番さんは2周目別に白くはなかったなって印象っすね。まあ、6視点で5番を白く置いたときって、まあ、どう詰めるんだろうっていうのがあったぐらいかな。6番さんのおかしい点っていうのは。6番さんって5番さんがどういうふうに白く見えたのか、あの発言でって思ってるぐらいかな。なんか、霊能に言われたから、なんか5番さん白く置いてるっていう印象しかないですね。6番さんに関しては。はい。なんで、霊能の時、いつずれはないっす。僕、真なんで。僕、8白しかわかんないんですよ。それだけやっておくね。2番のプレイヤーが発言します。霊能の7番がポンコツすぎてダメなんだけど、1番っていうのは確実に信憑でしょ。あの時点1番の位置で最白位置って7番で、その7番に対して一本釣り指定してる1番って、どう考えても強靭なんだよ。1が狼だとアホすぎる。だから最終場面で4が強靭に出てくるかってなるんだけど、じゃあ4番は強靭に出てきた場合って、履歴行為でしかないから、4番っていうのは俺目線はほぼほぼ狼確定なんだよ。だ今日4詰めましょうよ。うん。4つって色で黒落ちるから。落ちなかったら俺詰めてもらっていいよ。俺の新切り進行でいいよ。4つって黒落ちないんだったら。うん。もういいよ。うん。
俺、4の相方1、5か8だと思うけどね、正直。8番に関しては何言ってるか全くわかんないんだけど。うん、5番に関しても全然白くないんだけど、7番さん。5番さんの白要素ってどこですか？うん、5番さんの白要素ってどこですか？で、8番さんに言っておきます。僕は1番の考え方が合わないっていうのは、僕の時点で1番さんっていうのは霊能スラの可能性もあるんですね。だから僕ちゃんと言いましたよね。1番さんがもしこの時点で霊能スラをしたとしても思考が合わないから1っていうのは 100% スライドしたとしても人外で見てるっていう発言落としてます。8番さん。あなた発言聞いてないだけなんですよ。うん、で、騎士出ないの。5番のスムラ、5番はもうスムラ使用してるんでしょ？で、6番、8番、9番、そっか、3番か。で、出てきてないんだったら、じゃあもう俺も3騎士ロックするよ。いいね。うん、今日4釣りで。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、2番は盤面だけで、4番狼っていう考察で、まあ、今日は先切り進行で、まあ、1番からではいいと思って、てるかな、うん、っていうぐらいかな、うん、まあ2番も言ってたけど、なんか7番の論にこう納得しつつ、なんか7番を釣りをしてた感じが偽っぽいかなって感じしたかなって感じかな、うん、まあ4番に関してはまあなんだろう。何番に対して、まあ、マックス強靭なのかなっていう精査が良かったから、7番を釣りたくないっていう発言をし、まあ、1、2、内訳わかんないぐらいしか言ってないんで、正直わかんないぐらいですね。まあ、4からでもいいですけど、僕は。まあ、新切り進行ではいいと思ってるが、一番の言ってることがおかしいぐらいですかね。って感じ。はい。まあ、2番の言ってることが、まあ、俺は一番納得できるくらい、かなって感じ。まあ、5番、6番に関しては、ちょっと精査不能だし、8番に関しては、まあ、でも、2番に対して、まあ、ちょっとした要素を拾ってたかなぐらいですかね。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、今日は1から落としてください。2番さんが1心境って言ったんだけど、これ強靭アピールですね。うん。1がローって分かってるから、心境を起きして4番を新占いを釣りに来たっていう構図ですね。1ロー2強だと思ってます。で、まあ、1番さんのクロス上げとくと、1番さんして4強28狼って言ったんだけど、え?1 の白先8ですけど。明らかに出現しましたね。ここなんで拾わなかったんだ。うん。だから拾えなかったでしょ、2番さんは。うん。強靭だから、狼のそういうとこ拾えなかったんでしょ。で、1番の相方なんだけど、6はないと思うんだよね。うん。あそこでさ、もう、5狼じゃなかったら囲われてるとか言ってさ、わざわざグレー幅狭めてくる必要がないからね。もう、ライン戦で戦っていこうっていうね、こう、姿勢が6番に感じられたよ。だから、6番、1の相方だから8だと思うんだよ。うん、1、6っていうのはあんま見えないな。1、8だと思う。8番なんか変なこと言ってたよね。2、6って見えるか？自分は2がローには見えるのだけどな。なんか、訳すらしても1は人外ですとか、どうなんだろうな。1ローの2強だよ。だから1、8だと思ってます、自分は。今日は1から落としてください。全プレイヤーの発言が終了しました。何言ってんだよ！俺を悪者扱いすんな！投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番の遺言を発表してください。いや、4番の色分からんけどさ、強靭かどうか分からんけどさ、捏造しないでくんない？マジで腹立つわ。
俺別に8番さんに触れてないし、8白しかわからんしか言ってないし、俺9番叩いてるから。どっちかって言ったら。9番さん視点で6の2周目って別に白くないのになんで白置きできんのって発言落としてるんだけど。5番さん5番さん白くないけどな。言ってるからね。3番に関しては、2の方が若干心配って言ってて、まあ、4、3は、まあでも3、4番目ならライン切れるしな、って思ってるかな。うん。結局3番って1に来てるしな。は、わからんわ。マジでわからんわ。2番ロードじゃないのかって思ってるかな。1番色が見えてんじゃねえかって思って、4強じゃねえかって思うかな。まあ4番熱をされたから4番に入れたけどね。はい。僕死んで、ね。8白しかわかんないですよ。だけやっとくね。だから、2がローだった場合って2級あるしって言ってるからね。はい。ただ、4番が人狼時って9は白いのかなって思うかな。囲われて出るメリットはないと思ってるから。はい、それだけですね。2がローの時は9ローがあるっていう時ですね。そこだけ落としておけますね。はい。6番さんに関してもマジでわからんしな。占いセンスなかったし。はい。5番さんに関しても何言ってるかわかんねえからな。ただ、俺って初心で5番って別に白くないよねって発言落としてるから2番もそこ叩いてるから2番ロードチクって5番白い。夜が更けました。人狼に気をつけてください。騎士の方は夜のアクションを行ってください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。発言だって、うちからの発言だって、ちょっと待ってください。ね、早く占い結果。早く占い結果。何。いや、接続切れかーいみたいな。ね、8白なんかさ、死体に白打ってる人ってさ、うちさ偏見だけど人外としか思えないんだよね。はい、レタスさん。あなたさ、もしかして落ちてて、あ、待って、タコちゃんライブ始めた！あ、待って、すいません。はい、占い結果もしかして、あ、6白。俺、接続切れてたけどあれなんだ。まあ、とりあえず今日4行きますね。で、8がなぜ噛まれたか、8って騎士ムーブしてましたかね？と思いましたけど、まあ、私、この発見して騎士ムーブって思われてなくて、まあ、良かったかなって感じですね。はい。まあ、騎士の取り懸念とかめんどくさいんで。まあ、まだ騎士いることを願って私はまだ精査しますね、ということで。まず騎士さんいないんですか？騎士さんいないんだったら、はい、私のグレー釣りを考えないといけないんで、あ、うん。占い師の後ね。騎士なら、だと思ったよ、ほらね。だから言ったじゃん、6の騎士ないって。バカなんじゃないの？って思いましたけど、普通に8番さんも1番さんも。で、結局、まあ、6白。まあ、それはいいとして。うち絶対ヒロちゃん、騎士だと思ったもん。ほら、うちの精査ってる。だから、霊能師に頼るんじゃなくて、この私、白い村人の進行論に基づいて、言っとけば勝つから。ということで、騎士守りなし。はい、ナイス。じゃあ、霊能師さん、生きてられる。はい、ナイス。はい、ナイス。ということで、今日4落とします。以上。ラストウルフ5。2番のプレイヤーが発言します。ごめん、盤面どうなってんのか把握できないんだけど、まず6占いから説明しようか。俺8は 100% 村だと思ったよ、昨日の4投票で。うん、あの盤面で4を8が入れるメリットがないし、なら俺8は省いた。で、昨日の発言で俺3騎士だと思ってるから3は省いてる。で、7番さんが5番を占ったらどうたらこうたらとか言うから6占ったら白だったってだけ。あれは ?1 の結果ってどっちなの？白？黒？うん。で、4はどこに何を出してんの？悪いんだけど、もう一回教えてくんない？うん。悪いんだけど。うん。わ、4が8白？あ、いや、1白だよね。ほら、1強人じゃん。ほら。うん。で、8噛まれてるから、あれでしょ？ 1 が8を囲ったっていう目線もないんでしょ？うん、今日4詰めりゃええやん。6が、だから騎士守り何しなんでしょ？うん、いいよ。いいよ。4詰めよう。4詰めれない昨日の時点で弱いと思うんだけど。だ昨日4に入れてんの誰な？俺と、8番と、
ああ、1が入れてんのか。いや、グレー8しか入れてないんだ。ダメじゃん。うん。いや、もう、あれやから、価値格やから別にどっちでもいいんやけど。うん。いや、どうせやったら、あ、ちょっと待ってね。だから、9白で、そうだね、そうだね。うん。だから、4詰めて、別に7守る必要ないんだけどね。俺守って、俺が生き残ってさえすれば、色結果でもう終わるから。うん。別にどっちでもいいんやけど。うん。まあ、俺噛まれた俺噛まれたで2縄で勝てるし、もう勝ち確やん。俺釣らんかったら勝て。うん。4釣り、4釣り。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、なんか2番に関しては、2日目になったらなんか、なんだろう。てか、9番の言ってることがよくわかんなかったよねっていう感じ。1日目から6番なんか白いって言った発言で、で、なおかつ、占い精査もあんま比較せず、4番に行くって言った発言で、で、ラストウルフポジ5番って言ったんだけど、その、なんだろう、5番って1日目の1周目から、その、なんか変な信仰を唱えようとしてる人物だから、なんだろう、マックス強靭っていう精査をしてたよね、みんな。で、それで、そのローンはどこ行ったんだって思ったよ、9番さんに関しては。って感じ。ダバに対して、まっとうな意見を問いつつ、だったよね。あ、違うか。あ、5番に対して意味わかんないって言った発言から、4号狼で追ってんのか。まあ別に2番視点で8番が4番に行ってるから8番白いんじゃないかって精査は別にそれは白要素だと思ってなかったし、まあちょっと話聞くけど。4番のプレイヤーが発言します。八浦さんとはまあ投票自分に来てたからですね。もうそれ以外ないです。で、2級だと思ってますね。まあワンチャン2号もあるんだけど、9番っていう人物は最初から5釣りの一本指定をしていた。で、2は最初から9を村じゃないかって最初から言っていた。で、2級ラインが、まあ、見えた。今になって見えた。うん。私はもう1が完全にローだと思っていたから、2番が強靭だと思ってたから、そんな初手で2級ラインっていうのは、まあね、強靭もどこが人狼か分かってないだろうから、ないかなと思ったんだけど、まあ結果、8白だったんで2級っていうのが見えますね、今。まあ2号っていうのもあるかもしれんけど、まあ2号だったらでも初手から5番がライン切りしてたっていう構図になるから、まあそれはあんまり見えないかなっていうふうに思いますね。で、やっぱりマックス強靭だよね、5番のムーブって。うん。やっぱ狼だったらああいう突飛なことは言わないと思ってるし、うん。っていう精査になります。今日は2番から落としてください。うん。言ったよね、今。2って最初から9を村弾きしてるんだよ。うん。そこをよく考えてください。今日は絶対2詰め。5番のプレイヤーが発言します。とりあえず2級労働と、あと、なんか6番さんを起点にしたら、2人の狼さんにちょっと、2人の、占い師に、どっちもつながるんですよね。うん。いやー、まあ、だから、そのあたりですね、2番さん、4番さんっていうのがちょっと難しいんですけど、つながりやすいのが2番さんの方かなと思って、うん、今日はもう2番さん釣りでいいと思ってます。はい。で、そうやね。あとは、グレーが、3番さんか。うん。まあ、とりあえず3番さんは、だいぶ白っぽいのかなという気はし、6番のプレイヤーが発言します。うん、まあ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 。7は守ったんで守れないんで、もうほっといて、もういいじゃないですか。7もいなくても。霊能はこの村にいないんだから、もともと。6番と9番を押してる時点で。いないんだから。うん。
A のはいません。5番か3番しかいないと僕は思ってますんで、434525ってどこじゃないですかと思ってます。まあ、29もあるんですけど、9は、まあもう僕は村で置いています。個人的には。もう、生き残ることはないんですけども、まあ、だからもう守ったんで、じゃあ余った村ないし守っときますよ。じゃあ結果出してくださいよ。もう知りませんよ。黒打たれた人は、なんとかやってくださいよ。守りなしなわけないでしょ。さすがに。余った村ないし守っときますんで、それでいいでしょ。うん。一白でも出らだけでもいいでしょ。うん。うん。びっくりですよ。うん。絶対村で最白な人間を、もう96だって押してる。なんか、ふざけた人がいたらしいんですけども。みんな、そんな人いませんよね、この村に。うん。だから、7番といい位置には誰も座ってませんので、うん、噛まれてもいいでしょ。うん、だってもう守れないからね。うん。ほっといて、9番も村ですよ。うん、だって7番の位置に座ってる人は、絶対に今年、今のゲームは絶対にミスリードしてますから。うん。7番という人の逆行けばいいんでしょ？で、3番、5番でしょ。もうそれだけでいいよ。9は村置きして、あ、俺は生き残ってると村置きするけど。うん、って思うけど、俺は。あ、どっちに行けばいいのかがわかんない。2、4どっちに行けばいいんだろう。困ってる。両方合わせた5番に行った方がいいんだろうか。うん。7番のプレイヤーが発言します。いやー、初日に2番に投票できなかった村が弱いかな、これは。4番さんも2番さんが、1番に対して新境地だって言ってるから、1番さんがローで2番が強靭だなんて、もう全くおかず違いなんだよね。2番自身が人狼だから、1番のこと進化強で見てるから、1番さんって新境地って言ってるから、2番のローなんだよ。で、2番さんつって、4-1 どちらかに芯がいるねっていう状態で進行してった方が絶対強いから。で、ちなみに8番さんって村随一の白一だったんだよ。だからここが狩人ね。もう乗っ取られてるから。で、6番さんって、6-9どちらかにラストウルフだねって追われてるんだよね。追われてる人間が、騎士で潜伏してくれるメリットとかいうものも全然ないし。うん。で、8番を噛んでる理由っていうのは、騎士のある可能性プラス、6番のことを怪しむ視点を持ってたからなんだよね。まあ、どうせね、2-4釣り切った後に、6番さん最後に釣ってくださいって言ったところで、どうせこの村弱いからできないと思うから、もう負けだね、これは。まあ、2番でも4番でもどっちでもいいんじゃない？どっちにしろ負けだし。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。あのね、悪いんだけど先般なのは7番なんだよ。だから俺6番は 100% 騎士だと思うよ。悪いけど、あの7番が沼すぎて、お前結果見て俺らに謝れ。7番お前あの村の人たちに謝れ。お前のせいで負けてんだから。4番を釣れない村が弱いんじゃない、7番が悪いんだよ。初日に俺投票なんて馬鹿げたことを言ってる、お前一角してる霊能のお前がクソ弱いんだよ。わかんねえのかな、7番。どう考えても4号しかないだろ、この盤面。あ、でも3枚入れてんのか。いや、マジで7番が弱いだけだから。7番ほんまに謝ったよ、お前。終わって俺が死んで、死占いっていうのがわかるんだから、7番俺死占いっていうのがわかった瞬間、お前マジで謝れ。ほんまに。お前の霊能が足引っ張ってんだよ、この村の。わかんねえのかな、7番は。夜が更けました。人狼に気を騎士のか。若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。
夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。7グッジョブ起きましたか。ということは、4番さん、誰占いですか。人狼が身分の開示を選択、騎士の方は夜のアクションを行ってください。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番のプレイヤーが発言します。いやー、6番さんごめんね。2番さんも2番さんと6番さん死んだったわ。いやでもさすがにね、2番さんの1番は新境地っていうのは失言だから、それは偽で見られてもしょうがないよ。ただね、6番さんが、6番さんも6番さんだけどね、怪しんでるところに騎士がいて、で、2番さんは6番さん絶対死んだ騎士だって分かってんのに6番さん占ったんですかっていう話になっちゃうから。で、2番さんって初日どこ占ってしろって言ってたんだっけ ?3 番だっけ確か1が8に白で、2が3に白で、4が9に白だよね、確か。あ、9だっけ ?2 は9に初日白か。2が9ね。で、2日目6白か。じゃあ3か5か。3か5で言ったら3番行く。うん。5番は弾いてる。3番行きます。9番のプレイヤーが発言します。聞こえんって言われた。だから、聞こえますか?聞こえますか?聞こえますか?聞こえますかて。言い訳とかいいから、逃がしん以外ありえんから、ありがとう、サランちゃん。4がローに決まって、なんであそこで2番目行くんですか ?1 画してる霊能士が無駄な進行を行うから、最終的にどっちが黒かわかんないんです、3か5。これで間違ったらどうしてくれるんですか2のこんな自信ありげに言ってローとかないから絶対こんな精査ちゃんとしててさ。4のどこが芯があるん?え、マジで一角してる霊能士は噛んでもらわないとこの村負けると思うんすけど。6の騎士の鳥って何なん?しかも狼も狼で7噛んでグッチョブ起こしてし。あんな矛盾、嘘に決まっとうやん。7守りなし、守ってに決まってるじゃん、それさ。人外さん、バカだね、騙されててって思いますよ。とりあえず、2を残せなかった、一角した霊能士がちょっとポンコツすぎて私はもう無理ですって言っても、7番さんちょっともう一回反省してるようなんで、これ以上は言いません。3いきますよ。以上。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、なんで俺に行く理由っていうのは、何ですかね。5番に関しては1日目ああいった進行を取ったから狼がない。2日目に5番っていうのは6番に対して人外の目線を置き、5番に関して、さっきの3日目に関して4番に対して、人狼確定してる4番に対して、色結果を聞く人物なんですよ。5番っていうのは。だからこうなったらもう4、5なんですけど、で、なおかつ、なんだろうな、って感じですね。まあ僕はその、なんですかね。まあ自分が知る要素っていうのは、まあ、なんだろう。それ、まあ、5番の発言は拾いつつ、なんだろう。基盤に関しては、なんか、どういった精査で2番に対してみたいな。まあでも、4球とか、4球はないと思ってるんで、俺はもう9番弾くんで、もう5番に行ってほしいんですけど、はい。って感じですかね。
負けたくないっす、マジで、本当に。うん、5番は2日目に6番の陣外を置き、3日目に4番人狼確定した4番に対して占い結果を聞くので、もう4号狼でしかないんですよ。はい。わかりますか、皆さん。5番のプレイヤーが発言します。僕目線は3、4狼してしかないと思ってます。はい。なので、うん。今日は3番さん釣られてくださいということですね。うん。では、さようなら。まあ3番が悪いよ。2番の信を釣った。村なのに釣ったんだったら。追放されるプレイヤーは3番が悪いよ。3番の遺言を発表してください。だから釣っちゃいけないんだって。はい。まあ、俺の白要素っていうのは、ちゃんと5番の要素を拾いつつ。だから5番のローはない人がいるから負けんだよ。番、まあ、ローはギだけ垂れて5番はローがない強だと。まあ悪いけど。だって5番って1日目から2番に対して人外でしょって言ってた発言から、なんだろう。まあ、いや。まあ5番が人外でしかないです。本当に。2日目から6番の人外落ちたんで。はい。それを思い出してくれれば、俺の白要素は、あったとは思いますが、まあ2番3を死んだと思ったんだけどな、1日目ごめんねとは言っておきます。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。